第31代、海上幕僚長を経て、第5代、統合幕僚長。2011年10月13日、横須賀海軍施設にて、アメリカ海軍第7潜水艦部隊司令官、フィリップ・ソーヤーと2012年7月16日、ブルーリッジにて、アメリカ合衆国海軍長官レー・メイバスから、勲功章を、伝達父の河野克爾は、海軍機関学校を卒業して、海軍機関科将校となり、特殊潜航艇を搭載した、E16潜水艦の機関長として、真珠湾攻撃に参加した。戦後は、復員業務に従事した後、公職追放に合わずにそのまま、海上保安庁で勤務した。1952年に設置された、海上警備隊に移り、1954年に、海上自衛隊が設置されると、海上自衛官となり、海上自衛隊第20科学校長を最後に退官した。河野が自衛官を志して防衛大学校に入校し、さらに海上自衛隊に進んだのは、いずれも父、河野克爾の影響が強い。河野は、父との関わりについて、下記のように回想している。訪米した際に、高齢の退役軍人と会う機会もありました。そういう場面で、父が旧海軍にいたことを話すと、決してネガティブな反応はなかった。むしろ、尊敬の念を持たれる。オーストラリアでも勇者として扱われました。お前はそういう父親の息子なんだ、と。河野克利、河野は、父が初代函館基地隊司令を務めている時に、北海道函館市で生まれた。三人兄弟の末っ子で、上に兄が二人いる。父の退官に伴って、大阪府茨木市に移り、大阪府立春日旧高等学校3年生であった1972年秋、父の影響で防衛大学校を受験するも、不合格となり、受験浪人を覚悟していたところ、4月1日に補欠合格を告げる電報が届き、4月4日に防大に寄校した。すでに防大での規律の厳しい生活に馴染み始めていた同期生たちに一歩遅れて防大生となった河野は、当時の心境を早速大きなハンディを負ったと感じました。と回想している。実際、河野は生活態度に問題があると、新入生の生活指導を行う4年生たちから目をつけられた。自信を失いかけていた河野は、自分を鍛え直そうと、とりわけ練習が厳しいことで、知られていた防大ラグビー部に入った。また、教官の勧めで、柴良太郎、坂の上の雲を読んで、深い感銘を受けた。河野は、同書を読んだことで、自衛官として生きていく目標が見つけることができたと言い、成績も上がった。1977年、河野は防大の機械工学科を首席卒業した。海上自衛隊に入隊した河野は、海上自衛隊幹部候補生学校も首席卒業した。幹部自衛官としての主な経歴は、護衛艦艦長、防衛、作戦幕僚、護衛隊司令塔。1位から3佐に昇進する前後の1980年代末の時期に、筑波大学国際関係学系にて、大学院研修。1992年8月10日から1993年8月26日、護衛艦大淀第2代目の艦長職を務める。第3護衛隊軍司令在任中に、インド洋派遣海上支援部隊に、第6次派遣部隊指揮官として参加した。海幕防衛部長時に発生した、イージス艦衝突事故の責任を取る形で、2008年3月に、掃海隊軍司令に異動となるものの、その後、護衛艦隊司令官、統合幕僚副長を経て、2011年8月5日より、自衛艦隊司令官。2012年7月20日午前の閣議において、7月26日付をもって、第31代、海上幕僚長に任命する、旨の人事が了承、発令された。2015年7月16日、レスリー・J・マクネア陸軍基地にて、アメリカ合衆国統合参謀本部議長マーティン・デンプシーと2014年10月14日付で、第5代統合幕僚長に就任した。自身もインド洋派遣部隊指揮官の経験を有し、口述の発言にもあることから米軍主要司令部との強いコネクションを築いていた。自衛隊最高指揮官である安倍晋三内閣総理大臣が最も信頼を置く自衛官とされ、歴代防衛大臣からも厚い信頼を得ていることから、法令で定める定年年齢を超えた後も3度の定年延長を経て、統合幕僚長の地位に留まり、初代統合幕僚会議議長の林圭三に次いで、歴代第2位の在職となった。統合幕僚長を2019年4月1日付で、退官後、同年8月15日の時点で、日本テレビ客員解説委員に就任している。ありがとうございます。